ワキワキワッキー、森の都のカプセリスト、ワッキー貝山がお送りしますガチャ動画。毎週土曜日は最新カプセルトイパトロール、1週間毎日ガチャガチャやってみた。こちらに7アイテム入ってます。それではここからは早送りで回していこう。ラスト7つ目です。それでは一個一個見ていきましょう。どうぞ。1日目、これが青りんご色のカプセルね。もう見えましたかね。ブームですね。ターリンインターナショナルサウナの看板。お、ターリンインターナショナルでは珍しく電子系のねカプセルトイですね。サウナカプセル24時間、1回300円。いや、お、昭和な感じがいいですね。カプセルコレクション、絶縁体を取ると、お、わかりづらいですね。いや、昭和風、なんかぼやーっとした明かりがね、ノスタルジーだね。癒されますね。はい。一発目からヘビーだね。2日目、透明の大きいカプセルですね。よいしょ。花房さくらのくださいの像。猫にもそれください。ラインナップはこの皆さんですね。で、当たったのは、じゃん。皿の生地トラ。台があって、そこにこれをくっつける。はい。皿の生地トラ。いいっすね。花房さくらさんが描いた造形なの。すっごい、なんかいいですね。表情が。なんかちょうだいっていう顔がね。ああ、雰囲気出てますね。全然猫じゃないね。すごいなんかこう、チョークとで彫ったような感じの造形が。なんかいいんじゃないですか、これ。すごく。わあ、なんかあげたいな、これ、うん。3日目です。3日目は小さいカプセル。よいしょ。どう猫さん。認める気のない認め員。このガチャを回したお前、お目が高いね。いや、上から来ましたね。お、伊藤猫、黒猫、凶暴パンダに皇帝ペンギンのヒナ。あ、皇帝ペンギンのヒナが当たりましたね。はい。まあ、これはとにかく押しましょう。お、これはもう主任がついてるのかな。認める気がないっていうからね、どうなんでしょう。お、リンクが濃い。ね。お前にしてはよくできました。いや、いいっすね、なんか。なんだろう。ちょっと、そんなこと言わなそうなんだけど、ちょっとなんか、イラッとする感じですか？ね、こまし、4日目でございます。エール、どんぐりタンク。いや、いいっすね、全6種類。だいたい全部がリスだね。なるほど、どんぐりのタンクに、タンクの砲台ですかね。これをこうかな。こうつけると。うわ、キャタピラもついてますけど。で、運転手。うわ、いた、リス。穴が開いてるということは、ここに入れるんだね。はい。はまりました。ね。かっこいいやつ、これ。ガチン、ちょうどこう、帽子をかぶるみたいな感じ。サンド傘みたいになるね、これ。勇ましいリスが、いいね。どんぐりタンクですよ。ちょっとこう、もう2、3体乗せられそうな空間がいいですね。うわぁ、世界観。はい。どんぐりタンクですよ、どんぐりタンク。山の中進んでますよ、これ。ね。5日目。5日目は真っ赤なカプセル。なんでしょう。よいしょ。宝富アーツのアイボ。アイボだ。アイボのミニチュア。ね。うわぁ、もうアイボ自体を愛玩してる方はいらっしゃるんでしょうかね。はい、アイボです。おー、結構動く。お、あ、足も。へー、関節が結構多めだね。す
すごい。尻尾をね、注意事項は尾を動かすときは根元を持って動かしてください。一応動く、根元を持って動かす。なるほど、上に行きますね。お、はい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 。あ、耳も動くし首も動く、もしかして口も動く、口動く。いろんな表情できそう。へえ、こういうポーズもできるしね。おお、かわいい。いかがですか、アイボに。アイボ口開いてます。耳もタラーンともできるし、こうもできるこうもできますよ。尻尾タラーンとね、はい、アイボでした。変な形。6日目はブルーのカプセル。よいしょ。ポチャポチャおキャット様フロッキーフィギュア買うんだよね。ちょっと僕と似たような猫の皆さんですが、はい。うわ、デブっすねいやフロッキーなんでね、肌触りがめっちゃいいんですけど、かわいいですね。うわわね、ご飯いっぱい食べたけどまだ欲しいのって顔ですよこれ。はあ、後ろもこれ、はあ、この辺やばいっすね。俺の頭の後ろもこんな感じだからいや癒されます。え、超絶癒されますね。癒されますね、おキャット様。7日目は真っ赤なカプセルですね。トイズスピリッツさん、スザクマスコット、架空の鳥、すごいですね。飛躍ポーズも可能な圧巻のギミックとフォルム。ちょっと白黒なんで分かりませんけどもね。と言いながらも組み立てる前もすげえ綺麗ですね。いやー、うわー、神々しい。神の鳥ですからね。うわ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 、一応動くんだこれ、すげえ。いいよ。ではでは、ちゃんとね、足のこの付け根までいけんのこれ。もうこれはこれで、ここに羽をつけるのね。これ結構痛いな。どうですか、というのもね、手が赤いです。結構ここつけるの痛いよ。だから一応これをね、外してから、手袋とかしてつけるといいかもしれないですね。折れちゃったりするみたいなんでね。はい。気をつけてください、皆さん。後ろからも見たいよね。いやー、すごいね。スザクだよ、スザク。くー。くー。なかなか存在感は半端ないです。いやー。ラドンとかの火じゃないね、これ。このコラボレーションは可愛いよね。これもありだね、これも。これは可哀想だね。ね。かくれんぼしてるみたい。なんかこれもハマるよね。万能だな、スザク。なんかくれないと分かってんだろうな。一目たり。いやー。万能だね。ちょっと高めにおねだり。なんだろうこれ、違和感ない。めっちゃ可愛いこれ。どんぐりの帽子。私も負けませんよ。可愛いでしょ、どんぐりの帽子。いやー、コラボレーションまでご覧いただきましてありがとうございます。ぜひこの動画を参考に回してみてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、さらには僕のガチャガチャコレクションからリクエスト、エモいレトロガチャガチャ and オリジナルのガチャガチャ情報をコメント欄にてお待ちしています。それではまた次回。ポケットから小銭を取り出す運動、床ジョッとして素早く拾う運動。